はい、皆さんこんばんは、ミグツでございます。今回で第2話を、ストーリーを置いて、ゴッドイーター3をね、振り返りますが、前回の放送で、いろいろと、わかりましたが、ここからね、ゴッドイーター3か見た人にとっては、何やろうなっていうことがね、結構多いと思うんですよ。ゴッドイーターの話に出てくる荒神とは、オラクル細胞が、そのね、危険な細胞が、まあ、なんていうかな、動物とかに、中から蘇り、荒神としての怪物となって、世界をね、食い尽くす存在となるモンスターです。まあ、建物、人や、荒神などを食べてしまうんですよ。で、それを対抗として作り上げたのがゴッドイーターなんですけども、対抗手段に乗って、オラクル細胞を、自ら人間体内に入れることによってね、それを制御し、人気を持たせることによって、まあ、荒神にね、対抗できる力を持つことができます。人気はね、もともと荒神の、素材を作られるためにね、危険なものなんですよ。それを使うにあたって、オラクル細胞を注入した上で、制御装置、まあ、腕輪はついてるんですけども、その制御装置の腕輪をついた状態で、しか使うことができないんですよ。んで、適用ね、適用する人がね、決まっておって、適用できない人もいるんですよ。ゴッドイーターの中ではね、ゴッドイーター、ブラッド、今回、今作ね、新たな主人公たちは、エイジによって、結成されています。今回ね、ブラッドは出てきません。ブラッドはね、ゴッドイーター2の話の中ですね、ゴッドイーターのね、さらに、何年後か経って、で、後の話で、ブラッドという新しい種族ができるんですよ。で、そのブラッドしか使えない、ブラッドアースという技が使える、新世代のね、ゴッドイーターです。ゴッドイーターね、初代ゴッドイーター、最初に適用したゴッドイーターなんですけども、人気がね、銃や剣に変形できなくて、決まった人気しか持てない、旧型ゴッドイーターと、新たにね、見つかった新型、ゴッドイーターとかありまして、それは銃と武器に切り替える、特殊な能力を持ったゴッドイーターです。で、後にね、進化していきます。で、エイジは、今回、から、主人公たち、エイジとして、活躍するのは、両方の腕輪をついてあって、いろんなね、能力を使うことができる、さらに進化したゴッドイーターとなっています。まあ、こんな感じでね、話はね、淡々と進むんですけども、あらかじめね、2のね、数年後、数百何万年の話なので、ちょっとつながりがね、だいぶ薄いです。ただね、ワンに出てきたヘンリルとかは出てきるんですけども、まあね、アインさんとかね、まあこれはやってみた人としてちょっとわからない話なんですけども、まあ出てくるんですけども、ほとんどね、3は3だけの話でね、細かい部分はちゃんと受け継いでるんですよ。どう世界がどうなったとかはあるんですけども、まあ大まかな面で言ったら3は3だけの話で完結するので、ここから始めてもね、わかるようになってるんですよ。ちゃんとこういうデータがありまして、まあ全部わかります。何がどうなってるのか。まあいますんで、クレイサンセマムの、いるとか、所属する、まあね、港ね、港というかね、戦艦移動要塞とかを引き得て、主人公たちがね、各地を回っております。で、それに適応した、もう一つ、まあバランとかね、まあ、ダステスミラーとか、グレイビルとかあるんですよ。まあこれが基本、総合本拠基地っていうのかな。本拠基地があって、ヘンリルのは、ゴッドイーターは、だいぶその何百万年前から築き上げた、まあね、本部なんですけど、ゴッドイーター1の時に主人公たちはこのヘンリルね、ヘンリルの穴蔵っていうところにおりまして、それをね、なんとかし乗り越えて、巨大なね、組織になってしまった後、まあ、その人たちがね、滅んで、そのね、基地だけが取り残されたのを、3の主人公たちがね、まあ、奪還するって話が後で出てくるんですけども、それによってね、フェンリルが出てきます。まあ、今回、話は応用して、続きね、主人公、ユーコたちがね、新たな道を切り開いて、ね、どういう風に旅立っていくのかを、見ていったら面白くなると思います。では、どうぞ。何か
キャラバンにグレイプニル所属のゴッドイーターがいるってことはよくあることなのかって疑問に思ってさ。もしかしてその後ろの積み荷を守ってるとか。ここから先はグレイプニルの管轄エリアです。立ち入りは許可できません。ってことはやっぱりその積み荷はグレイプニルの依頼品ってところか。おい、おい、大丈夫か？あんた、名前は？グレイプニル第6機械化大隊特別輸送管理連隊所属、クレア・ビクトリアスです。俺はユーゴ・ペニーウォート。なんて呼んでくれてもいい。オーナーから聞いています。航路の開拓に力を貸してくれるとか。あなた方の働きに敬意を表します。ですが無用に歩き回ることは感心しませんね。我々は特別扱いをしません。お堅い子って与えられた仕事に取り組んでいるだけです。戦闘で一緒になった際はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうやら仲良くやれそうだな。よろしくな、クレア。お、なんでもないんだ。ちょっと揺れに酔ったみたいで。荒神と戦う方がもっと辛いでしょ。僕はまだ戦えないけど、ほらこういうの拾ってくるくらいはできるから。ずいぶん待った割に始まってみれば思いのほかあっさりだ。今の俺たちのこの状況のことさ、前に話したこと覚えてるか？俺たちはあの牢獄でじっと耐えて、ついに外に出ることができた。で、ここで最初の問題発生だ。じゃあ外に出て、俺たちがやるべきことは一体なんだ？当たらずとも遠からずか。俺はずっと心に決めてたことがある。ここから先は実力の世界だ。とにかく稼いで自由を買い取るんだよ。だよな。そして俺たちの港を作るんだ。全員で助け合ってお互いの夢を支える、そんな港を。そのためには絶対にお前が必要だ。俺の夢に乗ってくれるか？頼んだ。本当ありがとな。よし、ガキどもに伝えてくるか。怯える必要なんて全然ないってな。今は嘘ってことになるかもしれねえけどよ、いつか本当にしちまえばいい。これでお前共犯確定だからな。よろしく頼むぜ。この辺りか。はい、視認できますか？いた。クレア、待て！奴はエイジ、しかもかなりの手だれだ。
お前は下がって支援を頼む。サーカスかってのもらった起動。なんだこいつ、いきなり。人気を捨てろ、早く。くそ。ユーゴさん、聞こえますか？今の戦闘反応はどういうことです？ユーゴさん、目的を言え。貴様らの司令部と話をさせろ。オーナー、先ほどの戦闘の映像です。アクセルトリガー、まさか実用化されていたなんて。ユーゴさんからの通信つなぎます。イルダ、これから対象に変わる。話があるそうだ。どうぞ。こちらはバラン所属のエイジ、コードネームルルダ。任務中に所属船とはぐれて帰還方法を失った。バランまでの輸送を頼みたい。ずいぶん手荒なご挨拶だったのね。その点については謝罪する。だが危害を加える意図はない。どの口が言って。お、手加減はした。我々は他の方法を教えられていない。まずはあなたの言う素性が本当なのかバランに問い合わせるわ。少し時間をもらうけどいいわね？いいだろう。バランからの返答来ました。ルルというエイジは過去に遡っても存在していないとのことです。じゃああの人は一体誰なんです？エイミー、周辺の回帰濃度は？はい、0.008ppm です。制限時間は10分か。ハッチを開けて、私が直接話してくるわ。はい、ハッチを開けて。って、お、ま、何してんだ。彼は私の船の乗組員よ。話してはもらえないかしら？言ったはずだ、私をバランへ。ルルという名前のエイジは存在しないそうよ。あらゆる記録を検索して実際にバランにも問い合わせたわ。けれど返ってきた答えは、ルルという人間は存在しない。そんなバカな。だって私はつい先ほどまで任務を。残念だけどあなたは。そうか。これってどうなってんだ。私は捨てられた。あなたたちさえよければ彼女は私の船に向かいようと思っているわ。なんかヤバそうじゃなかった？あ、いや俺は別にいいんだけどさ。帰るところが突然なくなったんですよね。俺は賛成だ。あいつは強い。エイジにとってそれは替えがきかない価値だ。はいはい、
俺、アクセルトリガーの解析させてほしい。私も賛成です。というか、いつものことですし。ありがとう、みんな。これから彼女の意思を確認してくるわ。意思ね。散々言いなりにされてきたエイジに、そりゃちょっと酷なんじゃない？なあ。おっと、お前意外と厳しいな。俺もこいつと同感だ。どんな理由があろうと、自分の未来を決めるのは自分だ。そっか、そうだよな。自由ってある意味そういうことなんだよな。私は自由、私の意志。私には差し出すものがない。彼らが言った通り、あなたはもう自分の思う通りに生きられる。ここへ来たということは、あなたは何かを決めてきたんでしょ？私はここにいてもいいのか？ただとはいかねえよな。お前のそのアクセルトリガーっての、俺にも使わせろ。だがこれは未完成で。なら我々が完成させるわ。あなたは戦力と技術の提供を、我々は見返りに清潔なベッドを提供する。どうかしら？いいのか？よし、今日はパーティーだな。夜通しトランプやろうぜ。お前ポーカーできるか？ああ、少しなら。よし、決まりだ。兄ちゃん、俺は遠慮させてもらうよ。アクセルトリガー解析したくてずっとうずうずしてたんだ。お前はいつも付き合い悪いよな。ちょっとは空気読めよ。兄ちゃんには言われたくないよ。じゃあ他の連中は強制参加。いいな。しょうがねえな。たまにはいいわね。やった。ついにやったよ、兄ちゃん。アクセルトリガーの解析が完了したんだ。てか早っ、お前徹夜したのか？ルルが使ってたやつだよな。あれは結局何だったんだ？よくぞ聞いてくれた。アクセルトリガーは簡単に言うと、特定条件下において発現した人気使用者の意思エネルギーが体内のオラクル細胞を経由して抽出されて腕輪に集積。腕輪に装着されたブースターがそれを増幅させて、人気と肉体に同時的にフィードバックすることで即時的能力向上を図るオラクル細胞の主観的霊気システムなんだ。長え。つまり戦闘中にある条件を満たすと、体の中のオラクル細胞の力が解放されるってこと。いやー、バランの連中もなかなか粋なもん作るよな。俺らの中にあるオラクル細胞ってすっげーヤバくねえか、それ？もちろんすっげーヤバいよ。下手にオラクル細胞を起こしたら体が内側から食われちまうからね。なんで嬉しそうなんだよ。まあまあ、要はヘマしなきゃいいってことさ。ルルが持ってきたのはキャリブレーションが足りてないから危なかったけど、みんなの人気に装着するやつはしっかり調整するから大丈夫だよ。あ、
解析終わったばっかだろ。もう俺らのにもつけるのかよ。いや、使いたいって言ったのは俺だけどさ。生き抜くための武器は一つでも多い方がいい。そうだろ先輩。まあそうだけどさ、ひとまず一番安全で簡単に発動できるのをつけといたから、次の戦闘で試してみてよ。ミッションはもう発行しといたからよろしくな。抜かりねえな。まさかここで出くわすなんて。事前に見つけられただけでも幸運だったと言うべきかしら。海域シュアラ神か。海域発生とともに現れた新種の荒神よ。それまでの荒神とはまるで性質が違うの。奴らの攻撃はかするだけでも致命的だ。その上奴らの捕食は普通じゃない。ゴッドイーターの感応能力を奪い、そして自らのオラクル細胞を爆発的に増幅させる。彼らはバーストするのよ。あなたたちゴッドイーターのように。即死不可避、それが奴ら海域シュアラ神の看板だ。今の私たちにできることといえば祈ることくらいよ。どうか海域シュアラ神と遭遇しませんようにって。何があった？この反応は海域シュアラ神です。距離6マイル。海域シュアラ神だって、マジかよ。データベース証拠、一致するデータなし。これは未知の海域シュアラ神です。解凍後最大戦速で原領域を離脱。とにかく逃げて、ここから離れるの。ダメです、振り切れません。早い、海域シュアラ神接敵します。なんですって。後部コンテナに衝突、一部が破損した模様。うちの荷物に何の用があるっていうの。コンテナが必要に狙われています。これ以上は持ちません。クレアの声か。コンテナ大破、海域シュアラ神が侵入します。冗談じゃねえ、行くぞ。大丈夫か。バカ野郎、てめえの心配しやがれ。そんなもん後で考えろ。コンテナを守るのが私に課せられた仕事なんです。そのコンテナの中に海域シュアラ神が入ってきたんだよ。迂闊に手を出すな。そんな、の手を狙えるか。はい、大丈夫か。おい、起きろ、生きろ、頼む。